願いは誰でも一つは叶うよ。無理に答えを出しては灯した火を消さないように。懐かしいメロディ行き交う人の群れに立ち尽くした何をしてるのだろう。幼い頃描いた果てしない夢のかけら守ってますか、胸を張っていますか。昨日書いた言葉が突然胸をよぎるよ。未来無限に広がり会いたくて泣き出しそう。どれだけ精一杯手を伸ばしてても届かないものもあると教えられたけど、願いは誰でも一つは叶うよ。無理に答えを出しては灯した火を消さないように。何を話せばいいの。会いたかったなんて絶対言わないんだ。ただ悔しくてそれより嬉しくて、いつまでこのままこんなふうに二人遠く帰る俺んちを見つめられるだろう。無邪気な瞳と変わらぬ強さを柔らかな風の中でずっと感じていられるように。街の明かりが消えてゆく空に恋人たちは今シュプリを描く。誰でもいつかは幸せになれるよね。繋いだ手を離さずに笑顔を忘れずに願えば誰でもいつかまた飛べるよ。無理に答え出さないで灯した火を消さないように。どうもありがとうございます。実はね、こんなに早い歌って普段歌わなくて、俺途中でなんか水めっちゃ飲みてえなーって思って歌ってたんですよ。もうお参りじゃないよ。なかなか早かったですね、ここに来ては。そうですね、はい。なんか私も手拍子するとか言ってるなら何もしてない。せかかったですね。なんかね、もうはい、ちょっとね、公開処刑みたいになってますね、今。でも良かったと思いますよ。
で、あと15分くらいですか。うん、まあまあいいや、ちょうどいいや、そうですね、まあまあまあ、曲紹介します。はい、次は、私メインで歌うんですけど、ゆずさんの優しさであふれるようにを歌います。はい、聴いてください。あれなんか違うなってやり直させてくださいすいませんでもね、さっきのね、オールでだいぶ削ってますわ、うん、なんか今、ファッファしてるんで頑張りましょう。なんかお客さん誰もね、誰もあの反応してくれないんで、ね、優しいですね、皆さんね締めたなんかあの、なんかライブとライブハウスとかにやるときね、あの結構ね飛んでくるけどね。そうですね、たまにライブハウスとかでやってるんですけど、ね、そういう時は逆にこんな静けなの逆に緊張しますからね大丈夫かなって。はい、じゃああの大丈夫です。はい、入る場所目線でお願いします。あたり前
がとうございます。